続いて、一押し情報です。今週のテーマは、あなたのお気に入りの本を展示してみませんかです。イエーイはい、皆さん、年末の忙しい中、いかがお過ごしですか創立100周年を迎えた吉川市立図書館では、様々な事業を展開し、吉川の皆さんに本と触れ合う機会を増やしたり、 本の魅力を伝える活動を精力的に行っています今回は5月に募集があり8月から図書館にて展示が始まっていた利用者さんの展示という企画の実施状況と来年1月2月に展示される内容についてご紹介しますそして皆さんお気づきですねご紹介いただくのはおなじみになりました吉川図書館館長 竹林さんですはい皆さんこんにちは、えー、レギュラー間もなくと感じております市<ー>、えー、図書館館長の竹林でございますはい、ありがとうございます呼んでいただきましてありがとうございますはいまずちょっとこの利用者の展示っていう、ね、そうですね、はい、これについてねじゃあご説明あの教えてください、はい、あのまあ市立図書館の中では常時ですね図書館のスタッフがあの立案した展示をですね、はい、まあ10カ所ぐらい まあ、自動車コーナーも含めてやっております、はい、でこれ、図書館のスタッフからのアイディアで、利用者さんにテーマを選んで、選択してもらったものを展示してみたらどうだろうと。<ー>スタッフさんが選ぶだけじゃなくて、はい、利用者にも,選んでもらうその提案が、ね、ありまして、はい、採用、即採用しました。<ー>で,はい、で、5月にです、ね、募集をしたところ、あっ、はい、くんを含めて、はい、今言っちゃってよかったんですか。 いやちょっとフライングだと思いますが3名の応募がありましてで8月から展示をです、ねはい、今始めて今2人目の展示中というところであります、はい、3人ですか素晴らしいですねこういう企画に気が付いたっていうのも素晴らしいです,けどですね。申し込んだっていうのは素晴らしいですよね非常にバラエティーに富んだあの方たちでして、はい、ちょっと詳しくお話をしますと 1>、はい、第1弾 8月9月の展示はですね、はい、まあ70代の男性だったんですけれども、はい、この方は「買っていってごめんなさい」というテーマでこれはですね、はい、この方が銀座のママができる男の本を出したと<う>でその本が非常に印象に残っていたということで、はいわ違う事、まあえー、業ですが世界の人が違うことの話をする。 あれそういうい本を書くといったことにこういうのを展示して集めてみたらどうかという選書でやってくれたんですね、うん、えちょっとまだ分かりにくいと思いますけど、うん、いやいやなんかお分かりにくいだけにい、うん、白そうでガラッと変わりまして第2弾はですね、はい、これが高校生です女の子です<ら>女子高校生がこれがですねーテーマは「社会問題かける高校生経済格差を考える」。 ものすごいテーマがち <laughs> ちょっとちょっと <laughs> すごいっとですね、ええ。高校3年生の女の子でですね、えー、実はモンゴルに住む機会があったと<う>でモンゴルはまあすごい素敵なところでしたと、はいまあ、しかしたくさんの社会問題も目にする機会があったということで,でやはり経済格差なんていうのね、はい、子ども心に感じたということであの、まあ、そういった本をですね考える契機になる本をたくさん展示をしてくれたんですがこれさっきおまけがありまして。はい この,このお母様が実は非常に有名な絵本の翻訳あるいは書籍の翻訳をやられているモンゴルの方のですね、はい、で実は市内に所蔵もたくさんありまして、はい、でせっかくですからというのでお母様の、えー、訳された本も一緒にダブル展示ということでですね非常にちょっとあのバラエティ豊かなですね第2弾だということで非常に好評を博したというのが今までであります。そう,そうですね、えーまあ ね、モンゴルっていうとやっぱりウランバートル以外はちょっとね急にっていうところもありますしね <laughs> いう高校生の視点でなかなかこういったの企画したっていうことで、はい、なかなか普段図書館に足を運ばないような高校生の姿もですね、はい、見えましたね。 はい、そうですよね、なんか友達の展示があるよなんて言ったら、若い子たちはまたちょっと別な意味でもね、ええ、そ,そうですすごくね、はい、興味持ってもらえて、ね、そうですね素晴らしいよね。はい、はい、で、なんか3人申し込まれたっていうことで、そうなんですよで、いよいよ3人目がですね、ね人い,よいよですか来年の1月と2月、はいでだ誰が申し込んだんでしたっけ <laughs> なんと金のナマズのあっくんです。あ、すいません。私だそうです。そうです。なんかね、そうですね。はい、一月二月ははい金のナマズあっくん推薦本として海外の S.F. と日本の S.F. を読み比べようというような内容のラックを用意させていただきます。はい、やっぱりあのー、ね S.F. を本で読むっていう習慣がちょっとここんとこね、まあ動画で見るっていうのはねすごくわかるんですけど。うんはい 本でも読んでもらうとまた面白みが違うよってことでね,そ,でね、はい、その辺に注目してもらいたいなということでまあいろいろおすすめするっていう形になります、はい、実際あの紹介するのは「スター・トレック」っていうねまあ日本語のタイトルだと「宇宙大作戦、うん」え「これも映画が先でしょ」って言われると、ねはい、確かにそうです、うん、ただこれがノベライズとか本になったものを読むとまた 作品の奥行きが変わってくるんですよね。うん、そういういいい意味で今回ご紹介させててただいております、はい、もちろん「スター・トレック宇宙大作戦」だけではなくて他の SF 海外の有名な SF そちらも何点かであとは図書館に所蔵されている日本の SF 作家さんのね本もたくさん。 そうです。あのー、これが面白いよっていうことで並べさせていただきたいと思ってますんで、うん、まあぜひ図書館に足を運んでいただくときっといいことがあります。<laughs> そんな感じですよね。そんな感じいいですね。まあ、ぜひ SF だけじゃなくて図書館には本当いろんな本ありますので、うん、ぜひぜひこれを機会にして図書館にえこんな本もあるの？えこんな雑誌もあるの？ってことでね。はい。 もう遊びに寄っていただいて<ひ>構いませんよね。もちろん来年百一年目を迎える図書館ですんで、ね、<laughs> でね、来年も新たな百一年目を歩み出しますんでね、はい、ぜひご来館ください。はい。ということでお問い合わせは吉川三津図書館電話番号零四八九八四の一八八九零四八九八四一八八九です。吉川のホットな情報を毎週金曜日にお届けする金の生ズ。 今年最後は、吉川シリスト館竹林と、あっくんでお送りしました。皆さん、良いお年を,お年を